今日は茨城県理学療法士会の斉藤秀幸会長にお話を伺いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえまず理学療法士というお仕事なんですけれどもどういったお仕事なんでしょうかえっと理学療法士を一言で言うと動作とか動作の専門家、えー、特に基本的な動作起きるとか立ち上がるとか立つとか歩く そういういに人間の基本的な動作のところをしっかり見るっていうこととあとは痛みとか体力っていうところが主に、えー、と専門的に動けるとこかと思います。えっと理学療師会で今携わっているような県内の事業でいうと,、えっと県がやってるシルバーリハビリ体操指導士養成事業っていうところにその養成事業に少しボランティア的に関わったり 実際、会員がそこの職員として陽性の仕組み作りに関わっているというのがかなり大きなことかなと思っています。それから理学療士会としては県内のさまざまなところであの県の看護協会さんとかと一緒にやりながら介護予防キャラバンという形で体力測定とか,から健康相談とかっていうようなことをずっと今やっています。その集大成として えー、北茨城市とかで、えー、その拠点づくりを少し行ってきたっていうところが最近関わった施策としては大きなことかとか思ってますどこに行けばいいかとかその情報が入ってくるものが少ないんですけれどもそういった点はどのようにお考えですか、えー、本来はそ地域支援セン包括支援センターに相談行くのが一番いいと思うんですがその支援センターさんが例えばリハビリテーション的なこととか 動作とかなかなか分かりにくいところを今度どこに相談すればいいかっていうのが分からないってよく言われ、あるいは訪問看護ステーションさんなかもそうですその時に本当は、えー、病院とかのリハビリテーション室とかに相談行ければいいんですがなかなか敷居が高いっていうのは現実でそうであれば我々職能団体みたいなところが公正中立な立場で、えー、行政やあるいはそういう 住民の方から直接相談を受けるような場所を作ればいいんじゃないかなと思って今、一生懸命市町村ごとにそういうものを位置づけようとして頑張っている現状があります。で、今、市町村に、うん、と理学療法士、先ほど言語聴覚療法士がそれぞれ市町村担当者と位置づけてそれをホームページ等で公開しています。 でそういうところにどん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 相談行ってもらうとリハビリ的なことの多少相談できるような形が今後明確になればいいなということで今ちょっと実験的にやっているという現状があります。なかなか今その病院にかかっていないような患者さんのケアまでするあの余力が今残念ながらないっていう状況があるので、やっぱり違う形で我々職域団体が そういう形で地域おかし支援センターさんのサポートできるようなもので、えー、関係性をつくって、えー、うまくケアマネージャーさんとかあ直接支援する方とかの、えー、ご相談の相手になりたいなと思っているのでまず水戸にここに事務所ありますから何かあったらここに電話を入れてもらえれば日中かな誰かいますのであと2学療師3学療師でも常勤でいますので。うん あの今お話し聞いて思うのは何かお困り事があったら住民の方もこちらの方に連絡いただけるといいのかなってそうすると市町村にこうやってまた渡したりとかつなぐような役目ができると思うので、えー、もし分かんない場合はあのこちらにご連絡いただくのがいいかなというふうに今ちょっとお話し聞いて思いました。 今、えー、抱える課題、それからこれからの介護はどうあるべきかというところが、一番大切な部分かなと思います、その辺のところ、お話を伺いますか、えっと、まず、介護にならないような、えー、健康づくりというか、そういう病気になる前の予防というところで、我々は関われると思います、それが今、養子園とかっていう方に対する施策があって。 そういうところに僕たちがどん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 その関わっていくこと制度のない外に関わることがおそらくかこれからの介護施策で必要で仮説が何ていうかな実感に変わったっていうか44市町村で1個あるいは人口5万人ぐらいに対してそういうような動きができるとかなりお役に立てるんじゃないかなと思っていろんな方々の応援がいただきたいなと思ってます。 私たちも伝えるというメディアの部分であのこうした情報発信のお手伝いがこれからどんどんできればいいなと思いました、えー、本日は茨城県理学療法士会の斉藤秀幸会長にお話を伺いました。ありがとうございましたありがとうございました。